ね、もう5曲歌い終わったというところで本当に、ね、嘘です嘘です。いや、ね、ちょっとね回線がなんか重たいみたいで、ね、すいませんうちのハマーが、ね、すいません、はいね、俺なん急に重たい急に俺、裏切りということで、まあ、ちょっと続きをね頑張っていきたいなと、はい、途切れないように。だからねこの後のスケジュールもちょっとだいぶ変わったりしますけど、はい、まあね、そこはもう最後まで見ていただいて、はいはい、予定している曲はね全部歌いたいと思います、はい、最後までよろしくお願いします。お願いします。それではもう次の曲いきましょうかね。そうだから最初の曲は、はい、あの今までのあと2つを見ればそうですね、そういうことです、はい、大丈夫なんで、はい、はい、次の曲いきます。次の曲、これもね、ライオンが寝ている曲です。そのまんまやね、まんまですって。そうか、ライオンは寝ている。レシーブやし、こっちやし、こっち、トス、トスって地名ありやん、佐賀県のそっち、トス、トス、鳥取と一緒なんや、トリスハイボール、トリスハイボールもんで、ウェーイ、こいつハマりました、僕の今の、よかった、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、トリアージ、トリアージ、それどんなやつですか、トリアージ。え、これ残るんでしたっけ。はい、Hush my darling, the fear my darling, cry your sleep tonight. Hush my darling, the fear my darling.Wait, mom.
よねマジで知らんのや、ねねまあ、ニュースとかね、調べてくださいググってください、それではですねここでじゃあザビルズのメンバー紹介したいと思います、はいね、もしかしたら初めて、ね、こう配信でザビルズを ねご覧になってるという方もいらっしゃるかもしれませんもうこんだけ途切れたらもう諦めて帰ってる人いるいや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 もうきっと皆さん帰ってきてくれてますよ、はい、ということでじゃあですね、紹介していきたいと思います、右側からですね、口で太鼓やシンバルなどを表現していますボイスパーカッションジョーよろしくお願いしますイエイイエイ一番左の彼が一番低い声ベースボーカルウェンよろしくお願いしますイエイイエイその隣一番高い声トップテナーハマーよろしくお願いしますイエイイエイその隣ね、浜の次に低い声の曲、あ歌ですね歌ってどういうこと違う違う違う歌ってどういうことパートですね、セカンドテナーニータよろしくお願いしますそして、まあ、一番ねコーラスでは一番低い声のパートバリトンを担当していますゴティですゴティですゴティですなんで上見てんの？なんで上見てんの？以上ザビルズよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。持ってますよ僕たち。行きたいと思います。はい、続いての曲に行きましょう。続いてはですね、これもオールディーズの名曲でございます。ザ・プラターズ。煙が目にしみる。Ask me how were you? My true love was true. Oh, oh, oh. I of course replied, something here inside cannot be denied. Oh, then.パラスのボーベラマンスイメピンタバラマナラカルダズイメプラビーサレビントラビードメジェーボイメテモラアレンテフェレニートI'm a little bit of 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 a
水道のボレラマン夢ピタバラマヌラカラナズ夢プラビストネビトラビのメジューブ夢セモラしましたけれどもね、続けてボラーレという曲をお届けしました、はい、まあねもうこのぐらいねもうまあずっと雨ですけど、うん、まあねだん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 気温もね上がってきて、はいまあね、もしかしたらねこう梅雨もそろそろ明けますから、うん、明けたら ね, ねこう、うんまあ、密にならない程度にね開放的な空間でお酒を飲めるビアガーデンなんかにはいやいいですね、まあ、この曲合うんじゃないかなとビールの ね CM にもね使われていました、ね、ボラーレという曲をお届けしました、はい、ね今日はねもう本当にもう皆様にはね大変ご迷惑をおかけしてすいませんしまいね申し訳ないなと思うんですけれどもね、ありがとうございますね、ご覧いただいて、まあ、なんて言うんですかこう配信が何回か止まってしまって、うんまあ、どうしようどうしようとねあのキャッシュボックスのねこの配信チームがもうものすごいこう、はい、もういろいろねこう、はい、もうねてんやわんやしながらもやってこらさって、うんね、もう今日も本当に、ね、ありがたいことにステージのお二人、うん、いつものお二人ね、はい、福民とシートさんと、はい、そして、ね、もうあの俊介さんもね、はい、この後俊介さんもねあのフリーライブありますからね、はい、よかったね、いろんな、ねね、まだまだ出ますから ねぜひ見て いただきたいんですけどなんていうんですか、はいまあ、僕たちもね今回初参戦でね、うん、こういうことがあって、はい、まああの、はい不具合もありましたけど今日はね、まあ、何回も告知をさせていただいたんですけど、はいまあ、限定グッズを、はい、そうです、うんうん、そうですうちのゴッティ大先生が、はいまあねまあ、この配信に合わせるという形で ね,、はい、そうですねちょっとね作らさせていただいたんですけれどもそれの購入方法ははい、まあ、この後もツイキャスでもね詳しくはね説明するんですけれども、はいまあ、途中からね見てる方いると思うんですけれども、はい、今はねなんとか YouTube のアカウントでやっているんですけどこの後はですね、はいはい、キャッシュボックスのツイキャスの方のアカウントで別のスタジオからオンライン物販、はいそうね、オンライングッズ販売ということで、はいはい、そうなんですそこでですね、まあ、僕たちホームページがあるんですけれども、はいまあ、そこにですね、通信販売ページをですね、はいまあ、ちょっと作りまして、はいでまあ、今まだ公開してないんですけれども、うん、この後ね、はい、このライブが終わったら、ねはい公開にいたします。はい、でそこから、まあ、注文できるような、ね、形に、ねしていきたいなと思いますので、はいでまあね、ツイキャスの方を見ていただいて、まあ、こんな商品だよというのを確認していただいてほしいなと思ったらぜひ、ね、ポチっていただけたらなと思います。なるほど。そうですよね。そんなにすぐ現金がなくなるわけじゃなくてボタン一つで買えますからね。ぜひとも、ね、買っていただきたいなと。まあ、今日中で、ね、限定グッズありますから、はいはいまあ、ぜひとも、ねまあ、この後も、ねまあ、このあ、まあ、無事に、ね、もう終わることをまあ願いつつというか、はいですねまあね、本当にもう奇跡と言いますかね、こうニータがステージにいると電波が悪くなってさっきニータがステージ降りたら、ね、大変良好ですっていう、ね、電波がね顔がねやっぱ重いのよ、ね、そう重いっすねデータ容量食ってんのよ、ね、違いますびっくりしましたけど、ね、毎秒500メガ食ってんのまあぜひともねこの後の、ね、配信の方もねぜひ見ていただきたいなと思います、はい、さあそれではねあとですねこれ一個だけあとさっきねもうちょこっと言ったんですけど、はい、あのねちょっと店長とちょっとやり取りをしまして、はい、まあね、この無料配信でちょっとまあ不具合が多かったと、うんはいね、トラブルに巻き込まれることが多いザ・ザ・ビルズなんですけど、はい、なので今月中にもう一回ちょっとどんな何らかの形 で, そうです、ねもう一回無料配信をしたいなと思っておりますので、はいはいはい、またねザ・ビルズ の, ホームページなりねツイッターの方をチェックしておいていただきたいなと思います、はい、さあそれではね残念ながらねめちゃくちゃ押していますけれどももうねもう今なんと25分も残業しておりますそれではね最後の曲をお届けしたいなと思います、はいスペイン Yesterday
Just a photograph of yesterday. And the witches is falling in the corner, ready to disappear down. And yet it's for I have a snow. A postscript to its ending. Bright day. I can see such bright day. When every song is sung, we sung again. And when we know this time it's good food. And we love us once again. A wall was party experience day. The pride of the song always reach it. それではですね、この後は、ツイキャスの、キャッシュボックスのアカウントの、はい、方ですね、ライブ配信を行いますので、そちらライブ配信、あ、まあまあ、物販配信ですね、行いますので、ぜひ、そちらにアクセスしてください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ザ・ザビエルズでした。ありがとうございました。ライブは続くよ。
探して指でなぞるでこぼこうおうおう涙が足りない不完全な日々に答えを探すのも困難だ見たくない知りたくないことばかり溢れてるこの離さないよ。